今回は5月24日に追加されたノーマルジョン万次郎を紹介するよ。計略は指揮後手戦場にいる味方勢力数が多いほど威力と弾のリロード速度が上がって、鉄砲を装填できる上限が3になる。5勢力で武力プラス11の超絶強化。鉄砲マークの上の通常なら0と1が表示されるところが3までチャージできるようになって、装填数3のまま計略が終えても3のままの使用で5勢力時の迫速リロードと相まって計略中は打ち放題になるよ。このあたりは実際の動画を見てもらったらわかりやすいかな。5勢力だと最大式が6になるから18式が初動1個程になるけど、その制約に見合うだけの計略のポテンシャルがあると思っとるよ。ただし高い効果を得るには戦場に出てる必要はあるから、舞台はしっかり揃えたい。一の型つなげて、どうもよ兄弟。平家の誇りを守りたく、この智盛に続け。ワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。ヘイヘイヘイ、陣を下げろ。突撃ヘイヘイヘイ。さらば未熟であった突進。こんな感じで爽快感ある超絶強化。いや、ジョンマンショーぜよ。戦場に4勢力の時武力値は低い。現在、勢力はこちらから6枚デッキだと1つの勢力は2枚採用できて、片側が落ちても5勢力になるからどう組むか考えないのもあるね。突撃。楽じゃないとは分かっていたな。突撃。ヘイ。重機系で兵力の余った白い部分を次のぶつけ合いに持ち越す感じで、鉄砲の装填数が2以上の状態を保持したまま戻るのもありかもね。やって元気いっぱいだ。どういうこともない。敵は取ってやる。平家の誇りを守りたく、この智盛に続け。元気解放。いや、ジョンマンショーぜよ。ヘイヘイ。ちょいと隅でお休み。突
突撃。へい、卑怯にも敵に後ろを見せるだ。あばよ兄弟、陣を下げろ。なり視点がごとき有力を。へ、突撃。へ、突撃。悲しき者よ。ジョン万次郎の強さが際立った2試合目。今回は2試合やるよ。守りで進化を発揮できる計略やから、序盤でリードを取れるか理想的やね。元気いっぱいだ。無二の覚悟で主に仕える。あばよ兄弟、本望よ。一の方、いや、無双の攻撃であなたを支えてみせる。出ろ！ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ！発動。三の方。
エルが勝ちってな。ちょいと隅でおやすみ。おのれ従うものか。さらば。敵は取ってやる。いっぱいやって元気いっぱいだ。三の方。この白ゲージ様、僅差になるほど削られる場合はリエハにも使えるはずやし、残りカウントは少ないけど、この白ゲージ差では龍が3を使うよ。そういう言葉はない。さばよ兄弟。無双の攻撃であなたを支えてみせる。戦機解放。拙者に任せよ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。ヘイ、逃げるが勝ちってな。ヘイ、無双の強力であなたを支えてみせる。ちょいと隅でお休み。悲しきものよ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。目覚めよ、天下の義士たちよ。さあばよ兄弟。さあば。流派発動。二の方。楽じゃないとは分かっていたが。おのれ。ご視聴ありがとうございました。癖が強くて面白い計略やったよ。